神様、フォイテアウシュという歌を、聞いていただきます、こう言っています。私は知らない、誰だって知らない、なぜ私が歌うのか、このように傷ついた調べで。だけどこれだけはわかる、私が歌ってる詩によって私自身のこの魂が癒されている、それを私は知っている。神様は目に光を与えた、それから太陽に黄金の輝きを、月に銀の輝きを与えて、私の胸の上にはロザリオを置いた。私はそのロザリオを数えながら祈り、歌おうとして泣いている。神様は春に数々の花を散りばめて、天空に限りない空間を作って、星を並べて、そして私にはこの声をくださったというふうに歌っています。私にとっては声なんですけど、皆さんにとっては声ではなくて何か違うものがきっとあると思います。お仕事であったり家族であったり何かあると思うんですけども、ちょっとそういったことを思い浮かべながら聞いていただきたいと思います。フォイデウシュ、神様。Oh!
ー